拓郎&陽水の世界の制限、制限、再現、制服吉田拓郎。ラッシュアワーが疲れを吐き出してる。人の多さまでが、ほんと珍しげに見えて。東京駅地下道の人混みの中、人群れの制服の娘たちがいる。新しいスーツケースを下げて、集団就職で今着いたらしい。妙に腰の低い男が先頭に立って、なんとか会社の刀などを振り回している。家を出る前の晩は赤飯などを食べて、家族揃って泣き笑いしたのかい。里心だけはまだ田舎の家に置き、それでも家を出てくる魅力に負けて。どうですか東京ってやつに会ってみて。どうですか東京ってやつのご挨拶の仕方は。みんな押し黙ったままのこの人混みは、これが都会ってやつのご挨拶の仕方なんだよ。初めから都会に出て行かなければ、いつまでも都会でなくて済んだのに。綺麗に暮らして行けるところは、どこか他のところのような気もする。今はまだ驚いてることだけでするけれど、もうすぐわかるさ、驚かなくて済むさ。駆け引きのうまい男ばかり出世して、綺麗な腹の男はもう拗ねてしまってる。これから君は日曜日だけを待つんだね。悲しみの歌がなぜ街に流れるかも分かってきて、使うのにたやすく稼ぐのにつらい、そんな給料の苦さも知ってしまうんだろうね。今度君がふるさとに帰って行くまでには、親に語れない秘密の一つや二つはできてしまって、嘘もついてしまうんだね。騙された男のことはきっと話さないだろうね。僕はこれから大阪へ行くところ、一番綺麗だった女の子の顔など思い出し、
制服が人混みの中に消えてゆくのを振り返りながら僕は見送って